性同一性障害の彼女が小さなアパートで体を売って暮らしていました。彼が残していたそのアパートもオーナーが破産してしまったので競売物件になってしまい、暴力団が出入りするようになってしまいました。いつまでそれが困らないと思っていました。そんな感じで突然いなくなりました。死者も見た。あと聞いたんですけれども、大好きな彼と、楽しく新婚生活を送っているそうです。絶対きれい。Thank you.
すごいコラボ、すごいコラボばっかり、あの青い海、青い空、キラキラの太陽、もう明るくて明るくてしょうがないという湘南地方で歌ってます。